はい、また新しい、ね、スマートフォンケースが到着しましたので紹介したいと思います今回紹介するのはこちらリアルビーファイ5 i 用の自作スマホケースです こちらの、ね、ケースなんですけれども価格の方は400円プラス娘の労力ということになっています、まあ、グルーガンの、ね、本体が200円あとグルーガン,グルーガンの,その元って言いますか、ね、グルースティックといいですかねそのこの溶けるドロドロしたやつなんですけどこれを2つね色違いで購入しましたので合計400円という価格になっています、まあ、ただですね、まあ、今 iPhone とかであれば100円ショップでね、えー、スマホォンのケース売っていますし、まあ、中国のまあスマートフォンでもですね、まあ、アリエクスプレスになっちゃいますけれども、まあ、2300 300円で購入できるということを考えますとまあ400円プラス労力というのはちょっとね価格的には高い設定かなというふうに思っていますはいそれではね本体の方を見ていきたいと思いますけれどもはい見た感じはこんなですねもうちょっと と若干黒いかなっていう感じなんですけども、まあ、どうしてもねこうグルーガンでこう、ねえー、塗って潰していくというような感じなので、まあ、どうしてもこうね防護した感じになっています、まあ、ただ、ですね,、まあ、やはりね若干の高級感を漂わせているというのはやはりこの2色ね、ね、まあ、通常であればもしコストダウンだけ考えるんであればこの1色で、ね、塗ってしまうしかもこれは20本入ってるんですね。こっちのあのあ 透明なやつはですあ、ね、ですってこれだけで作れば本当に、ね、300円でできたところを100円のコストをかけて2色にしたというところが、ね、この本体の最高の売りではないかなというふうに思いますこのスマートフォンケースの、ね、ちょっとしたこだわりかなというふうに感じています はい、スマートフォン下の、ねえー、充電部分は、まあ、ちょっとざっくり開いた感じになっていますただ、ね、ポート類が塞がれているということは基本的にありませんので充電とかです、ね、もちろんスピーカーあと、ね、3号のイヤホンジャックの抜き差しには全く問題がありません はい、電源部もですね、えー、ちゃんとこうしっかり開いていますので、まあ、これもですね通常の電源のオンオフには全く問題ありませんけれどもただですねねやっぱり、ね、少しちょっとこのくり抜きが甘いと言いますか非常にちょっとね大雑把な作りになっています、まあ、本体の量が見えてしまっていますので、まあ、ちょっとこの辺はね残念なところかなという感じです、はい、逆の方の、ね、音量ボタンの方もやはりね同様にやはりねちょっとこのくり抜き部分といいますかね、えー、穴を開いている部分の精度がいまい、あ、ちかなという感じですね はいえー、スマートフォン上部の方はポート類とかがないので、本来、ね、しっかりこう、ねえー、カバーしてもらいたかったんですけれども、まあ、やはりね、ちょっとこれに作りの甘さといいますか、少しこう隙間が空いているのが分かると思います、まあ、あの落下等に関してはです、ね、こういうところは結構出っ張っていますので、ね、このバリの部分が結構出ていますので、まあ、そういう衝撃には強いと思うんですけども、やっぱね、ここが空いちゃってるというのは、見た目的にも、ねえー、ちょっと残念ですし、まあ、やっぱこういうところからね、こう脱着したときにこう外れてしまうといいますかね、もう破れるというか、そういったことにつながりますので、 もう少しここはしっかりとねコーティングしてもらえればなというふうに思います。はい、あとねカメラの出っ張りなんですけれども、このね自宅のケースを装着しますとカメラの出っ張りはねしっかりと収まります。ですのでね私がいつも気にしているまあねケースを付けた時に。 まあこうやって置いたときに、ね、カメラ面が直接こう、ね、テーブルの天板なんかに触れることがないかっていうことを気にしているんですけれども、まあ、この、ねえー、ものについてはちゃんとガードされています、まあ、ただ、ですねやはり先ほどと同じように若干、ですねこのやっぱりくり抜きの精度というのはいまいちですね、まあ、一応それでも LED がちゃんと出ていますし、えー、カメラ分に干渉することなく穴が開いていますので、まあ、実使用においては全く問題がないと思います、はい、ただね、ね1つ注意点があります,、えーっとですね、本来この RealMe5i にはここにですね 背面に指紋認証センサーがあるんですけれども、ここがですね、どういうわけか全部埋められてしまっています。まあ、これではね、背面の指紋認証センサーが使えませんので、まあ、ちょっとこれはですね、あの、まあ、設計ミスなのか、まあ、作ってる時に間違ってね、こうやってしまったのかわからないんですけれども、まあ、ちょっとね、指紋認証センサーが使えないということで、まあ、非常にね、えー、残念な状況になっています。 ははいそれではね前面の方なんですけども、やはりこちらもですね若干こうやっぱねケースの精度が甘い、作りが甘いという感じが出ています、まあ、ディスプレイ面にちょっとこのバリがねかかってしまっています、まあ、このおかげでね外れにくいというのはあるんですけれども、実際ね画面にかかっていますし、かつこう均等にかかっていないので、やはりね見た目が非常にちょっと汚いというような感じですねはい画面をね、えー、つけてみます、まあ、画面をつけてみるとよくわかると思うんですが、かなりねやっぱり画面にかかっているのが分かりますね。特ににねここに えー、バッテリーの、ね、表示があるんですけども8しか見えていません80何パーセントだと思うんですけれども、えーとね、1桁の方が全く見えない状況なので、まあ、ここはちょっと、ね、設計ミスかなと思いますけれども、まあ、ただこれはですね自分でこうハサミなんかでねカットすることができますのでもし気になる方はカットしてもらえばいいかなというふうに思います。 はいえーとケースのね側面はですね結構厚めにこのね、えー、作られていますのでまあ、落下等の場合においてもですね耐久性については結構ね、えー、期待できるんじゃないかなというふうに思いますはいこのケースのね一つのこだわりなんですけれどもこのね 角の部分については結構厚めに、ねえー、このグルースティックを、ね、塗ってあります、まあ、ですので結構、ね、落下したときの耐久性という部分には、ね、かなり期待ができると思いますので、まあ、見た目は、ね、ちょっとイマイチですけれども、えー、実用度としては、ね、結構高いんじゃないかなと思います、えー、ここから落ちる分には相当な、ねえー、衝撃に耐えられるんではないかなという,ふうに思います。はい 今回はね、えー、娘が自作しましたスマートフォンケースをね、紹介させていただきましたけれども、まあ、400円というね、えー、コストをね、考えれば、まあ、決してね、まあ、自作だからといって安くできるというものではありませんので、まあ、そういった部分ではね、えー、あまりお勧めできませんけれども、まあ、今ね、えー、子供たちはですね、まあ、学校になかなか行けない、えー、4月からもね、実際行けるかどうかわからないというね、状況の地域もあると思います。まあ、なかなかね、ストレスもたまりますし、まあ、退屈な日々をね、えー、ずっと送ってきていますので、まあ、時にはですね、 ま親子でこういったものを作ってまあ、気分転換を図る点非常にいいんじゃないかなと思います。まあ、価格はね400円ですけれどもまあ、本当にプライスレスなね、えー、ものになると思いますのでまあぜひね、えー、お子さんの気分転換にも親子でねスマートフォンケース作ってみるのもいいんではないかなというふうに思います。はい今回は以上です。